はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、強化黒金で独身術持ち選手を作っていく、今回はキャッチャーですね、やっていきたいと思います。でデッキの方なんですけれども、キャッチャーなんでね、やっぱりね球界の頭脳とかある程度キャッチャー用のね金徳は欲しいと思いまして、こういう編成にしました。まず球界の頭脳は星空星光くんからもらいます。で司令塔の雷でバズーカーの、バレンタイン小高ちゃんと、あとストライク送球の、国樹くんですね。でやっぱりあとアーチスト系のね打てる選手にもしたいので、ライチを連れてきてますと、サイリさんですね。これでちょっとやっていきましょう。コツがあって走塁いいね、3人いるね。国樹くんもねやっぱりね雷と使うと結構いいと思います。ストライク送球を取りに行くときはね、雷とね、チャンスコツとパワーヒッターがかぶってて、なおかつ雷は送球コツがもらえるので、この2人入れると結構相性はいいと思いました。おっとまたコツが来てるね。肩、小高ちゃん、さらにね今回小高ちゃんも送球コツをくれるので、できればね送球はね5にして取りたいよね。あとこの編成だとどうかな、ちょっとね金徳にだいぶ経験点を取られて基礎能力がね伸びなそうな気がするんだよね。なのであとはどれだけ金稼ぎで経験点のポイントの賞を変えるかといったところなんですけれども、 9% かー、いこう。次はサイリさんが出てくるし、9月の1周で金儲けだし体力は問題ないでしょう。次のね週はねパピオンの挑戦状だったっけ、あまだ8月の4週だった、間違えた。おとなしく回復して国樹くんからコツをもらえばよかった。まあ以下ここはメンタルで小高ちゃんの強化上げてこう。パピオンね欲しいんだよね本当に。あれ強化されてるんじゃない、そう強化されてるっていうコメントがあったんで、それを信じて強化暁大付属ですね、それに備えてちょっとパピオンを1枚確保しておきたいんだけど、パピオン復刻のガチャが来るかな。ここはユーカリ様でいくか、めちゃ稼げるやつはなかったね。安定して50円と、ここは一番上でいきましょう。みんなの評価上げていく。ささやき破りはねちょっと1ではつかみづらいからね、サイリさんのタイミングがあんまりよろしくない。あとは可愛い系があればどんどんサイリさんの評価上げていきましょう。購買部70円はちょっと今手が出しづらい。古い壺を売って超人伝があるね、買っとこう。一気に金がなくなった、まあいいや。メンタル小高ちゃん、コツだよねやっぱり欲しいのはコツ。おー練習会、9月の3週、金がな、特段めっちゃ溜まってるってわけでもないし、どっかでね爆買いできれば一気に伸びるんだけど、サイリさんはいるね、いいところにいるね。なんか練習が多いな。そしてサイリさん追加がなかったね、まあいいか。10月中には載せておきたい。みんなバイトやないか。矢部のバイトは嫌なんだよな。あ、まえちゃんでいいや、おとなしく。
まあ普通か。ここら辺がだいぶ持ってかれるからね、体力を。パワージュースがある。かわいい指輪系みたいなのがないね。G を1個買っておく。あと30円だな。でタックが来てるんで、サイジさんがいないんでここでやりましょう。まあ、小高ちゃんはね、まあ、技術はまあまあ稼げるキャラなんで、バレンタインバージョンはリベンジ。データを学んでいきましょう。やる気が上がるかなこれ。おお、上がった上がった。評価も結構上がるね。10上がるのか。コツが来てる。あー、サイリさんがいるな。ちょっとサイリさんは優先的に上げていきたいから、10酢を飲んでリベンジを使って。コツは誰？小高ちゃんか。まあ評価乗ってるし、サイリさん優先でいきましょう。追加はい、これかな。で星空星見くん入れてるから、まあ一応最低でも早急骨1は取れるよね。モテモテになってくれれば楽になるんだけど、ならないか。所詮主人公は主人公でしかなかった。11月か。サイリさんはまだ乗ってないよね多分。これ何がいいんだっけ。これ失敗とかがあるんだっけ。結構経験点をもらえたね。でもやる気が下がるけど経験点がもらえるっていう。ゆかり様で行くか。ちょっと金を稼ごう。監督は今の状態だと信用できないからね。ゆかり様も失敗したよ。あれこれどっちだっけ。こっち。こっちが早急だよね。キャッチャーだった。あれキャッチャーだと変わるとかある。まあいいか。金がなくなってしまった。特に。おっと危ない危ない。スカートさんもあげとくか。今回は金に悩まされてんな。サイリさんはまあ一応乗ってるから、タックで金を稼いでこう。うまくいけば監督から10円もらえるし。万能スケジュール帳。星空星水くんいいな。これで万が一なんだっけ、あれサボり癖になったとしても直せる。ただで持っておけるっていうのは結構アドバンテージだな。練習試合でいこう。どこだ。終わった。なんなの SG とか。金が70円しかないよ。ライチ乗ってないしな。雷も乗ってないのか。コツ初級。ライチはねなかなかコツがいいよね。結構久々に使ったんだけど、素直に聞いてみる。あ、キャッチャーもらえるんだ。なかなかいい感じだな。103か。これは1個あったよね、ジュースが。よし、これでいけるはず。パワーヒッターってどうなったっけ。いや、筋力ないからちょっと5で掴めれば5で掴もう。まあ、そもそもパワーヒッターまだ取ってないと思うんだけど。ライチ積極マスクなんちゃらか。いらんな、それは。チャンス
体力はマックスになるかな。金200ある、あ、200はギリギリあるか。200ないとね、その200円突っ込むやつが出ないんで、ユーカリ様に行こう。じゃもうゆかり様とか信じられんわ。おし、告白は間に合った。今のサイリさんの状況だとお正月はどうなんだ。サイリさんはね、本当に評価が上がらないからね。覗くは覗く、可愛い指輪、職人枕。対エースはライチの軟骨を潰しておきたいっていうのがあるんだよね。パワースナック G、 ここに来ていろんなの欲しい。可愛い指輪ちょっと取り置きしよう。可愛い指輪取り置きとかなんか悲しくなってくるな。こっちかな、コツがあるし。コツをください。対エース、まあ、ライチもね、タイエースかぶってるからね。あれ、ライチタイエース持ってたよね。あ、持ってるよね。じゃあ少しコツ潰しをしていきますか。チャンスはそのまま。阿部ひもな、技術を使うからな。初級は、まあ、3でいいでしょ。タイエースも3でいいでしょ。リベンジは別に他からくれるわけではないので一応置いておこう。ああ、ここに来てメンタルか。でもまあコツもあるしね、やろう。雷はバントなんだよね。どっちか売ろう。バントかなんか DH マスクだっけ、なんだっけそんなやつ。クリスマスですら評価上がんないんだっけ、サイリさんは。上がんないよね。なかなか厳しいわ。参加どうなんだろうな。ただ小高ちゃんコツはな、掴んでおきたいよな。サイリさんがお正月来てくれるかちょっと怪しい。バント、バント職人だからね。まあでもこれでバントの書を使えばいいのか、そういうことか。いや、来なかったね。やっぱり来なかったね。なんとなくそんな予感はしてたんだよね。ちょっとモテモテになろう。13、よし、大吉で、まあ穴埋めできたかな。そうか、ちょっと一回金儲けをしないとアイテム使えないんだね。え、金いくら168円しかないの。これ祝いとバイトしよう。祝いとバイトじゃねえや、祝いに任せよう。初売り、いや金がないんだよ。だからその初売りの時にさ、ま、買うでしょ。可愛いぬいぐるみ買うでしょ。取り置きしてある可愛い指輪とかマジ無駄な気がするんだけど。ネックレス買う、ま、こんなもんでいいかな。金余ってるわけじゃないからね。精神と技術か。バントを使いましょう。 DH マスク、積極打法か。まあ悪くはないね。国樹くんのコツか、こっちか。コツだな、まあ、国樹くんはコツであればとりあえずいい。アウトコース、アウトコースを潰すか潰さないか。これにかけよう、ビフ的にかけよう。なんもなかったか。やる気が下がってしまった。まあサイリさんはまあまあだね。よし、ここは守備連で金を稼ぐ。ここで回復して次練習できるね。ちょっとデートしようかなとも思ってたけど、ここで回復できるんで、まあまだ1月だから全然大丈夫でしょう。まあ、いい練習がなければデートしちゃってもいいかな。
これどうかな、練習するってやると体力減ったりするのかな。あ、減らないか。まあそれはそれでいいんだけど、コツ、肩、これはこっちだね。いっぱい人がいるし、50円手に入るのか。タッグなしでも人が揃えばまあまあだね。キャッチャーコツ、これで OK。 でまあみんなの評価はもう大丈夫なんで、ゆかり様にして接種ポイント稼ごう。金がそんなにあるわけではないからな。監督と矢部、矢部はちょっときついよな。2000はもらえるけどさ、監督に全てをかけよう。成功率はね上がってるらしいんだけど、ほらね。まあそんなもんだよね。金いくらあんの今、ちょっと見えないか。そうか、バレンタインがあんのか。真ん中にしよう。上って本類生還だったよね。下真ん中はささやき破りか。あ、でもささやき破りが1上がってくれるのは結構嬉しいな。ここら辺は買っておいて、パワージュース持っときたいね。1個高いけど70円で。フルヒッターとかはいらんな。敏捷か。いや金がないのよ、金が。まあまあまあかな。技術ボーナスがやっぱり乗ってるね。でコツがあるので、国寿くん、アウトコースをどうする、潰しちゃおう。だったらパワーヒッター欲しいよね、やっぱり。まあ別にチャンスでもいいんだけど、いくつ、あ、これだもんね、大丈夫だよ。よし、コツを狙っていきましょう。うまくいけば監督から金がもらえる。よし、パワーヒッター。そして30円、今の30円はでかいからな。真ん中にして続けていきましょう。もう一個欲しいよね、経験点が 13% か。デートやりたいね。 13% か、2桁はな、怖いからね。おとなしくデートをしておこう。独身術と球界の頭脳は最優先だよね。やっぱり球界の頭脳あるないでピッチャーのスタミナ消費とかだいぶ変わってくるんで。これも結構長いんだよね、男って単純での方が。ミート多様になるんだ。監督全然成功しないんだけど。監督評価上がるんだ、ほら。マジ信用できねえわ。でも800円とか来てくれれば一攫千金だもんね。それでもプラスだからね、全然。で小高の2回目、保健室に運びましょう。まあ、前入りはね、サイリさんが軽いんで。よし、ここで評価上げて、10円なんで買って、ときめきか、2つある。対左が2つある、まあ、今回対左はいらないんだけど。ライチ、小高ちゃん、国寿くんか。まあ今のところだとちょっと小高ちゃんから早急骨をもらっておきたいかな。練習か。様子を見守る。フリーマーケットどうする。技術強化晴天、105円と273円。100円の方買っちゃおうか。買ってしまった。なんかある、マスク売っちゃう。
くらこれ60円か。まあいいや。とりあえず売れた。で技術、で技術とか今どうなってんだ。いや結構あるね。一回また例によって揃えていくか。足はなんかもう捨てていい気がするんだよな。バズーカーを取りたいから、まあ、肩を上げたいよね。一応これでこっからキャッチャーはじゃあもう今のうちに取っとくでしょだけあんまり余裕がないな。ライチね、コツが欲しいんだよな。取ろう。パワーヒッターか広角打法。広角打法は最悪サイリさんがね1でくれるんだけど、1はやっぱり厳しいからね。筋力足りるかな、まあ、そもそも成功するかなっていうのがあるんだけど。七井くんがねやっぱりいないんで一応見とこう。あー星空星光小高ちゃんか。ちょっとなやっときたいよな。 3% だったら大丈夫だと思う。やろう。早急骨をくれ。よしよしよし。最悪サボり癖になっても問題はないけど、やる気が下がってしまった。持ち手さん、いやだったらゆかり様だよねやっぱり。まあまあかな。よし頼むぞ。オッケー。パワーヒッターをねやっぱり5で捕まないと筋力が厳しいからね、まあ、パワーアピールできてるから。バズーカ、よし、かなり掴めた。これはでかい。ちょっとずつ盛り返してきたね。これって取り置きしてるやつだっけ。ちょ、もう少し取り置きしとこう。補給グラブとかはまあいいやん。これ1しか上がんないんでしょ。あ、2が上がるのか、補給の場合は。2って言ってもな、大したことないからね。精神強化。技術はさすがに大丈夫か。とバズーカ50-50-50か。やろう。で練習は国樹くんの筋力か。筋力ボーナスないからね。ライチだな。じゃあ4月は1回練習か。もうライチは本当にね練習ばっかりだからな。4月は1回デートをしておきたいんだけど、アーチスト少しか。小高ちゃん、なかなかデートの機会がない。ライチか。またゲッ、これは金を稼ぐもう最後の方でまとめてデートをするしかない。ライチのコツもな、魅力的ではあったんだけど金に目がくらんだっていう。金儲け、例によって魔の5月どうする。マネちゃんって310円もらえることもあるのか。手堅くいこう。ちょっと5月は手堅くいこう。バンバン、よしよし、オッケー。ダメか。司令塔の方が
成功確率は低いのかな。これはどうなの。うん、3で掴めるんだか掴めないんだかよくわかんないかな。9回の頭脳を取って、アーチスト206か。そもそも131かかるからね、重いよな。司令塔は掴んでおこう。うおー、1だと重いね。やっぱり精神が足りなくなってきたか。可愛いネックレス。まだ13上がんの。あ、新流石がある。新流石が変えたらあれだね、監督とか試してみてもいいかもしれないけど、新流石ないときついな。国樹くん、雷か。雷でいこう。コツであれば何でもいい。よし、パヒタ。ここで全員消えてくれれば。消えろ。よし、全員消えた。若干盛り返したね。若干デートが進んでないけど、いや練習がいいんだよ。いい練習がねバンバン来るのよ。コツ足すタックとかね。5月の4週はもうマジでデートしよう。あれ、告示とか初めてだっけ。早急も OK。ここはもったいないけど放っておこう。よしよしよし、こういう時に体力を削ってくれるのは嬉しい。一応コツ、星空こっち見つけ。サイリさんまだサイリさんまだですか。カラデーとかね入っちゃうともうほんと厳しいんだよね。まだ2回目だからね。黒金はね本当にデートが詰まる。これは2回目か。あれ、どっちがストライク送球だっけ。ちょっとネットは開いておこう。ここでハイボールヒッターか。そんなんあったね、そういえば。ゆかり様に任せよう。よしよしよし、最後の最後で金稼げてた。金を稼げたな。あ、もう来ちゃった。ちょっと選択肢を調べないと自信がない。下だったような気もするんだけどな。違う、上だ。上がストライク送球だ。下が精神的支柱か。よし、これはかなり掴めたぞ。あれ結構マイナス。かわいいネックレスでいいでしょう。どう乗った。臨床初級リベンジは買っておこう。精神必要だね。これも買っとこう。スカウトにも売り込んどこう。40上がった。アロマオイルも10円だし買っとこう。ジュースも買っとこう。かわいい指輪はいいか。筋力、国樹くんだからね。デートしよう。デートを進めなくては。やっぱね、国樹くんね、技術ボーナスっていうところがね、もうほんとそこだけだと思う。あとアウトコースか。別にいいんだけどね。やっぱ強いと思うよ。強いと思うけどね、どうしても技術ボーナスっていうところが引っかかるんだよね。
コツ、星空星見つ、アベレージヒッター、こいつインコースをくれる可能性があるかな。よし、阿部ひも、ここで掴めたのはいいかな。可愛い指輪どうする。待って、まずここら辺だ、まずはここら辺だな。うん、パワーバット3か。だったら普通にこれだよね。金がない、もうデラックスを1個取っとこう。これでいいか。サイリさん、え、もう大丈夫だよね。ちょっとサイリさん見よう。その他関係者、よし大丈夫だね。6-4、特にタックが来てるわけではないのでデートしますか。で、7月1週くらいだったらデートできるね。広角打法がね、来てないんだよね。ちょっと能力を上げていかないと、試合だからね。足は捨てる。で、守備力も高くないと送球モーションが遅くなるから、精神が足りてない。ストライク送球は取らないといけないでしょ。アーチストはもうこれで取らざるを得ないでしょ。パワー上げとこう。敏捷がなんだかんだででも余ってんな。あれはまだか。星空星光くん、なんだかんだで技術もきつくなってきたからな。8番か。まあそらしょうがないよね。7位がいればね、マジね、パワーヒッターの食練の結構でかいよな。もうほぼほぼパワーヒッターは5で掴めるっていうことだからね。で、7位はもうパワーヒッターさえ掴んじゃえば、あと広角打法と逆境なんで。いやー、あのピックアップの時引いとけばよかったかな。挑戦者大谷がねいればね、そっちを持ってれば7位とこう切り替えて使っていけるんですけど、大谷くんが普通の大谷くんだからね。大谷くんもね、もちろんシラスで大活躍するから全然いいんですけど、ただね、やっぱり挑戦者大谷と比べるとね、どうしてもね、火力不足っていうのが気になりますよね。よし、ライチ。メンタルに来てるのか。ただ3周はデートしておこう。怖い。サイリさんはからデートがあるかもしれないので怖い。バズーカ1、司令塔1だったからな。独身術が1になると経験点的にかなりきついんだけど、どうだ。よし、かなり掴んだ。ここら辺のね、骸骨がないやつは1と3でだいぶ違うからね。独身術40、40、80か。ただ金徳はね、掴んであるといえば掴んであるんだけど、基礎能力がいまいちだな。マジか。ちょっと待って、 BB は打撃能力で欲しかったんだけどな。そうすると肩が無理か。試合だとどれくらい稼げるか。独身術は発動しない。ツールヤ君はもうそろそろ死にそうだな。多分この回で終わったな、こいつ。点を取られている。スポーツジムチケットがないからね。
第2球投げました。きたいったショート。さすがだな、独身率。黒金リードで迎える8回です。今日3打席連続でホームランを放っている。初球を打ちました。ピッチャー返し、黒金。体力自体はね、ドリンクガブ飲みすればいいんだけど。あ、そうだ、あれがんだっけ、野球超人伝1個、3上がるんだっけ。よし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 、ライチがここで働いてきてくれんな、ありがたい。もうお金はいいわ。ここで精神10もらえたのもでかい。パワージュースデラックス、あれこれ使ってなかったわ、そういえば。肩グラブも一応あるといえばあるのか。まずこれを飲んで全回復にしよう。でミート D か、瓶装がなんかすんげえ余ってんな。一応これ D にしとく。まあ余ってるっちゃ余ってるかね。肩とな、これはね並行してあげていきたいんだよな。うーん、瓶装なんだかんだで、でも足りなくなってきた。補給か、まあ、練習はねずっとできるからね。よし、3人乗ってんな。打撃が厳しいね。パワー C か、いやパワー B は欲しいな。ミートはもう持っていけないかね。黒金追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー、打ったこれは強烈、いったー。あとはもう試合経験点で本当にどんだけ伸びるか。先ほど打ちました、痛烈、いったー。独身術があるから発動してくれればそうそう打ち損じないから。これはいい当たりだ、いったー。よしよしよし、74。タック足すコツ、小高ちゃん。誰も技術ボーナスが反映されないチャンス。3人技術ボーナス持ちだったかね、さっき。で肩はね S にしたいんだよね本当は。パワー B で3上がるんだっけ。あー、まあ、守備は A でいいか。じゃあ呼吸をちょっと上げとこう。このアイテムは関係ないからね。もう1ランクずつかな、野球超人伝を使って。まあ、最悪敏将はもう捨ててもいいでしょ。ウエストパピオン、ストレート。さあ次の投球、あれこれはボールだね。カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げた、打った、しまった、ちょっと遅れたけど伸びた、伸びていった。広角打法があれば行ったと思うんだけどな。黒金攻撃に入ります。トップバッターは中津が投げた、初球はストライク。一番バッターか、もう5回だもんね、全然打ててないな。うちのチーム自体がそもそも1点も取ってないからな。追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で中津がパピオンは野手で出てんのか今回。まあスタミナはね少ないキャラだから先発は投げないと思うんだけど、てか3回しか待ってこなかった。まあいいや、それでも全然 OKOK。 で最後タックがない、使っちゃいましょう。肩グラブ、野球超人伝3、なんか知んないけど使いまくる。ガブ飲みだ、うめえ、マジうめえ。で取ってない金徳は
ないよね。リベンジは4になってる。ささやき破りはそれなりに重いからちょっと置いといて、基礎能力を、チャンサーでも1は欲しいか。基礎能力を整えていこう。ギリギリか足りない。エピローグ経験点でなんとかするか。結局何が足りない、まあ、守備練やっとこう。大西さん、最後のさ241マネーがいくらになるかだよね。いくらっていうか経験点いくつになるか。めちゃくちゃ少ないからな。もうちょっとエピローグ経験点上げてくれてもいいと思うんだけど2点取られてる。満塁だ。発動はしない。そういえばさ広角打法取ってないよね。1か。全力ストレート。いやマジ速いわ。全力ストレートはタイミングだけで振ったかんない。いやマジで独身術はね半端ないよ。スライダー、あ逆か左かこいつ。第2球、顔の前通過。こういう風にね外されると本当に絶好球なのに。まあでも点数的にはよし100超え。240いくつだったっけ、お金があったの。サイリさんもねアプリでは別バージョンが出てはいるんですけど、やっぱりね通常バージョンの独身術がね本当に唯一無二の強さを誇ってるんで、これはスカウトのなんか変な評価上げるやつ買ったからな。サイリさんも今プラ4だからね、あと1でプラ5になるのに、なかなか広角打法を、まあ、1でもくれれば。さて毒6900、7000には届かずか。まずね広角打法はアフィルジヒタ取ってねえし、絶対欲しい。83か、しょうがない。バントとかどうするよ。印象が意外に余ってるね。補給はじゃあ C にしよう。で臨床か、まあせっかくあるんだし上げておきますか。でチャンスは20丸にする。他何かパント一応持っとこう。安い、じゃ安い、パント職人も安い。俺的にはねハイボールヒッター守備職人が欲しいんだよね。ドロー、ブロックも取っておこう。高速チャージってさキャッチャーいる？ちょっと分かんないわ。ラッキーセブンがいけるね。ハイボールヒッターって取れたかな、まだ。あれハイボールヒッターって取った、どこ行った。あ取れねえわ。技術が微妙に足りてないのか。じゃあいいや、ラッキーセブン。精神と筋力だけ余ってる。怪我しにくさ取ろう。一応ムードも取れんのか。でこれ上げてちょいちょいと。
はい、ということで、まあ、やっぱりねキャッチャーは金徳がねきついんで、まあなかなか伸びませんでしたけど、最初のね金儲けがねきつかったよね。あれがねもう少し成功してれば、っていうかどっかで誰かが一人がね成功してればね、もうちょっとだけ、伸ばせたと思いますけれども、まあそこがね、黒金のいいところでもあるし悪いところでもあるんで、まあもうちょっとね、黒金の強化期間が続きますので、楽しんでやっていきたいと思います。というところで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。